三重県よりも県ですね、おしゃれな MT-07 で頑張りますということで。そう、この07ってこれは、はい、純正のものなんですか、これ。わかりません。おしゃれですね。そうですね、おしゃれさんですね、これ方。ナンバーのカバーがまたなんかおしゃれな感じですね。これはあの、元ジムカーナのやつじゃないですか。元ジムカーナのやつですか。須藤、いや、やりました。須藤元気がやったという。走りもなんかおしゃれな、落ち着いた感じの走りですね。大人の走りですね。はい。やはりこう、上品という、上品ライダーです。上品ライダーですか。上品ライダー、松下選手。憧れちゃうな。さあ、近江選手がゴール帰ってきました。帰ってきました。さあ、ゴール。タイムは2分13秒です。2分13秒、近江選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。トライジムから主催者、近江光子選手。男前の走りで頑張ってくれました。そしてまた男前の人がスタートラインに来ましたよ。はい。さあ、続いて、本間君江選手。ゼッケン13番、本間君江選手。はい、準備は OK でしょうか。はい、スタートお願いします。VTR エンジンうなってスタートしてきました、はい、東京という東京都から本間君江選手、はい、ようやく来れたトライジムカーナ初めてなので優しくしてくださいということで、どうしたらいいんでしょうね。ペナルティを見逃すとかそういうことを求めているんでしょうか。だからちょっとふわふわした感じでこうアナウンスしたらいいんじゃないですかね。ふわふわした感じで、そうちょっと酔っ払ったみたいな感じですか。ちょっとモフモフ感を出して、モフモフ感、モフモフ、ジョリ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 言ってますね。全然モフモフじゃないです。ヒゲ剃りライダーですか彼女は。本当ですよ、路面が剃れて、おっと、あーもったいない、危なかった危なかった。路面が優しくないということですか。そうですね、滑りやすい路面、はい、トークが滑らないように頑張りましょう。トークは滑りっぱなしですね。トーク滑りっぱなし、はい、ボストンさんともあろう方が。さあ、松下選手が帰ってまいりました。ゴール、タイムが1分58秒です。やりました、お疲れ様です。切りました、切りましたね。